では2つ目こちらです。じゃん、本業をしっかりしないと好きなことはできない。はい、はい、これ私、船木さんがポロッとおっしゃった言葉で、私いろんなモヤモヤがすっきりしました。食いつきました。そうですね、キーワードにさせていただきました。はい、船木さんってもともとどういうお仕事の人だったんですか？元は塾の講師をやってました。塾の講師、はい、教科は？教科は理科です。理科、理科っていう名前なので名前が理科だから違うんですけど理系が得意なんですね。あ、そう、得意でしたね。そうなんだ、全然ダメですけれどもね、はい、理系女子ですよ。で、はい、塾の講師もしてたんだけれども、はい、まあ、今の仕事に続くとなると、その後、うん、フリーライターさんもされてるんですもんね、はい、うん、塾の先生をしながら、子育てをされてね、はいはい、お子さんは何歳何歳ですか？これ聞いてもいい？あ、全然大丈夫です、はい、お子さんは何歳何歳ぐらい？中学3年生、小学校6年生、小学校4年生の女の子3人です。いやいやいや、女の子3姉妹のお母さんらしいんですけど、全然見えないですね。いやそんなことないです。いや本当に綺麗なお母さんでよかったねお嬢さんに言っときましたありがとうございます、そんなわけで、下のお子さんが3番目のお子さんが生まれた頃に、うん、ちょっとそのお仕事を変えようかなって感じて。そうですね、2人生まれてまではやってたんですけど、うん、3人目を妊娠したあたりから3人抱えてちょっと塾の講師が厳しいかなっていうことで、はい、うん、はい、在宅でできる仕事をと思って、うん、はい、その編集とかライターの仕事を、うん、はい、その頃にね始めたんですって。家でできる仕事ということでフリーのライターをやったと。これがまた結構一生懸命されてるんです。今もそうだもんね、はい、いっぱいされてまして、はい、ということでこの本業をしっかりしないと好きなことはできない、ライターさんをしっかりしてるからこそフリーペーパーとかね、うん、好きなことができるんじゃないかなっていうところなんですね。そうですね、そうですね、うん、フリーペーパーそんなに儲かる仕事ではないので、あ、はい、うん、なんならトントンぐらいでもいいやんぐらいな。そうですね、うん、でなんかそれで発行していてもやっぱり必要性を感じるっていう、うん、やらなくちゃっていう、うん、私がやらなくちゃっていうなんていうか責任感とも違うんですけど、うんうん、思いはちょっとなんかいろいろやってて、そういう必要性を感じて、うん、自分がたまたまそうスキルもあって、うん、となったらもういや私がやるしかないでしょうみたいな、うん、そう本当になんかずうずうしいんですけど、うん、私がやらなかったら誰もやる人がいないぐらいまで思ってましたね、うんうん、フリーペーパーっていうもの自体が、うん、これがもう商売になるとか思って、うん、やりたい人も多分たくさんいらっしゃると思うんですけど、はいはいはい、なかなかやっぱり難しいですよね。難しいですよね、うん、私も最初はそこを目指してはいましたけれども、うんうん、でもすごく時間がかかるし、ものすごく後からついてくるものなのかなっていう実感があるので、うん、最初定着するまで時間がかかる、うねうんうん、何でもそうですけど、メディア系は特にそうですよね。そうですよね、やっぱ知名度が上がっていかないと収入がついてこないっていうのは、はい、本当に現実としてあるので、うん、まあ、事業計画とか皆さんこうフリーペーパーの事業計画作るときに3ヶ月目からもう収益上がってみたいな感じのになってるんですけど、あまり現実的じゃないかもしれないですよね。だから私さっき船木さんがおっしゃった、うん、広告とかも一生懸命取らなきゃいけないけど、印刷代もかかるしね、うん、で広告も取らなきゃいけないけど、うん、なんならトントンぐらいでも良しとするぐらいじゃないと、うん、フリーペーパー長くね、うん、やっぱり長く続けなきゃ意味がないというか、地域の方にね、うん、そんなことを思ったらトントンぐらいで良しとするぐらいな余裕がないと、うん、ね、そうですね、そのためには自分のこう本業をねしっかりできてないとねっていうふうにおっしゃったので、うん、これはなんか私いろんなモヤモヤがすっきりしました。誰かが言ってくれと思ってましたどっかでねそうなんですねそうなんですよそうだよなと思って、やっぱり好きなフリーペーパーをね、うん、なんかお仕事なので、うん、好きなことってくくっちゃいけないかもしれないけど、自分のすごくやりたい仕事のためにはやっぱりちゃんと稼ぐことと、うん、稼ぐと仕事を両方できるとハッピーだなと思うんですよ。そうですよね、なんかやっぱりこうお金に追われすぎてしまうと、うん、なんか判断も見余ったりすることも結構多々出てくるのかなっていう気はするので、ちょっと定着するまでは切り分けたい分野ではありますね、うんうん、逆に言ったら船木さんね、うん、
あれなんですよ、もうお金なんかなくっても回るんだったら本当はそっちの方がいいんじゃないぐらいの考え方なんですってね。そうですね、なんか、はい、本当にこうもし物々交換的なこととか、うん、あとなんて言うんでしょうね、労力交換みたいなことができるのであればそれでいいかなぐらいな感じでは思ってます、はい、うんうん、それで回るんだったらそれ一番幸せですね。そうですね、でもそれは究極のその地域の形かなっていう気はしますね、うんうん、もうフリーペーパーの考え方って突き詰めるとそこに行くかもしれないですね。そうですね、地域みんなで助け合って、うん、ここのエリアの必要な情報がみんなで共有できて、うん、そうするとそこに近づけるかもしれませんね、うん、そうですね、はい、そういうものをね目指してらっしゃる。でそれを目指せるということはしっかりお仕事もしてるからですよ。そんなにもしてないですけど、はい、そんな船木さんでございますけれども、はい、そのフリーペーパーの作り方も、究極ですよ。今目標としてることがあるんですね。そのあたりをでは3つ目のキーワードで伺ってまいります、はい、3つ目こちらです。じゃん、